こんにちは、四国メタンです。こんにちは。嘘はとびっきりの愛、積んだもんなのだ。本日のニュースはこちら。ひねおに高校生虚偽通報。クズなのだ。北九州市八幡西区の高校生が、男性が殴り合いをしていると通報がありました。駆けつけた警察に対し、通報をした高校生は男性が車に乗せられたと話しました。警察官33人が捜査に当たったところ、虚偽の通報と判明。高校生は逮捕されました。ひね電って初めて聞いたのだ。ひねは警察の隠語だそうよ。鬼は鬼ごっこね。メタン、この事件には一つだけ抜け道があるのだ。あら、どんな抜け道かしら。警察が来る前に男と殴り合いをしちゃえば逮捕されなかったのだ。確かに、真実なら逮捕されずに前科はつかないわ。いや、殴られた側はかわいそうすぎるでしょう。以上、北九州は山口にあげるニュースでした。続いてのニュースです。プラネタリウム、香りとともに。いい香り。福岡市科学館にて、ミクロネシアの孤島をイメージした星空が映し出されます。また、東映5分前にはハロウィンウェルカムムービーが映し出され、撮影許可されています。プラネタリウムで撮影可能はインスタ映えなのだ。今回のイベントは少し特殊で、投影中にオリジナルアロマが流れるそうよ。夫婦やカップルでのデートにいかがかしら。いや、ウプ主は人の心配より自分の心配なのだ。もうクリスマスは一人の覚悟してるウプ主について、皆さんはどう思いますか。よければコメントください。定期。続いては新コーナー、ずんだのずんずんクイズ。問題、この画像はどこ。答えは明日の動画で。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いしますですわ。